このご時世で社風が分かりにくい。あ、うちの社風が丸分かりになるなって思った出来事があって。直接ダイレクトメッセージとか送っても大丈夫なものなんですか？最後の相談をお願いします。はい、社風を重視したいのにこのご時世で社風が分かりにくいっていうのが悩みで、対面だと話していない時の雰囲気だとか、うん、その人が醸し出す雰囲気で判断できると思うんですけど、オンラインだとどうしても見繕っちゃう部分があったりするのかなって思っていて。確かに、難しいですね。難しい。困ってるのはこっちも一緒なんですよね。雇う側も細かなところが分からなかったりとかするので、ある意味お互い悩んでることだと思いますよね。会いたいですっていうと嫌がられるんですか？言ったことがないです。意外と言ったら解決するんじゃないですか？今僕が言ったように、こっち側も困ってるんで、選考が進んでる途中で、この会社はって思うところは、対面で社員の方々にお話を聞くとか、そういった機会作ってもらえますかって言われると、意外と作ってもらえるんじゃない？ダメだったら、その時悩んだらいかがでしょうか？確かに厳しいけど、みんな条件同じだから、その中で最善を尽くすしかないよ。ちなみに雰囲気が違うなと思うところは分かります？オンラインで。インターンでなんとなく分かることは分かりますね。ただそれが本当に正解なのか、ただただ Zoom 扱いが慣れてなくて手間取ってるだけじゃないのかとかも思ったりして、正確には判断できないかなっていうふうに思ってます。確かに。あ、うちの社風が丸分かりになるなって思った出来事があって、うち営業のお手伝いをしてる会社なので営業職が多いんですね。で、最終選考まで来た人がうちの会社でセレブリックスで優秀な方ではなくて、今業績に苦しんでる方と面談させてくださいっていうオーダーがあって、そうした時にその苦しんでる方が今上司とどういう関係なのかとか、そういったことを結構ヒアリングされたらしくて、その時にやっぱり会社の本質っていうんですかね、良い人にはね、多分みんなおーってなると思うんですけど、苦しんでる人に会社がどう向き合うかっていう姿勢っていうのは、結構あの大塚さんが大事にしてるポイントにもなるんじゃないかなっていうふうに思います。確かに良くないとされてる部分と見られるところもちゃんと出す姿勢があるっていいですね。面接以外の場とかで交流ってないですよね。自分から OB 応援訪問をすることもできるんですけど、例えば今だとビズリーチキャンパスとかも対面での訪問が禁止されていたりだとか、結構規制があります。本当に行きたいとかだったらね、 Facebook で直接メッセージ送ってみたいなので、ありかもしれないですね。SNS とか、それこそ豊真さんが例えばサントリーに勤めてるというのがそのシュンダリー経由で分かったりしたら、直接ダイレクトメッセージとか送っても大丈夫なものなんですか？豊真さんだったらどうですか？いや、僕もシュンダリー経由で10人ぐらい OB 訪問受けてますけどね。どういう人だったら会いたいと思いますか？すごい面白いなと思ったのは、徳島かどっかの観光の PR をするサークルをしていて、豊丸さんに徳島の美味しいお店をしますって言ってくれて、徳島行く予定直近ないんだけど、普通帯王子訪問っていわゆるテイクの部分しかしないんじゃないですか、就活生って。で、そこで僕もギブしますよって言ってくれたのは、この人ちょっと話聞いてみたいなってすごい思いましたね。ギブを当てるのは大事って大事ですね。うん、そう。そういう人はほとんどいないですよね。ないですね。じゃあ何かしらのメリットページを考えた上で直接メッセージを送るっていうのはありですね。はい。あと別に帰ってこなくてもデメリットゼロじゃないですか。確かに。シュンダイル見てくれている就活生の皆さんに一個お伝えしたいのが、 OB 訪問した人に最終的な進路を連絡してほしい。あ、それあるね。しない人8割ぐらいじゃないですか。わかる。違う会社になったけども、どこどこ行きますっていうのを報告してほしいですよね。いや、本当そう。あと確実にこっちの人間関係使ってそこで働いてるだろうっていうとこが、いや言えよって言った方が絶対プラスじゃんね。応援はするかもしれないし、俺が連載してる雑誌の編集部入ってたり、それも俺経由じゃん。言えよ。そういうのめちゃめちゃある。もう協力しねえよって思っちゃうよね。こうなりましたみたいな。言われたら嬉しいじゃん。結構大きな差なんだよね、最後の報告みたいな。どっかで下がりましたよ。そう狭いやん。
じゃあ今日学んだことをゆっくりとにお願いします。はい、私はもっと楽観的にと書きました。今日のお話を聞いて深く考えすぎてしまってるなっていうのを感じて、自分のやりたいことを最初から見つけてないとみたいな思いがあったので、視野を広げて楽観的に行動に移していけたらなっていうのを、一番印象的なお話だったかなというふうに感じました。ありがとうございます。ということで、大塚さんの就活がいいものになることを祈ってます。ということで、皆さん貴重なお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では、内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。